地方でどこぐらいまでできるかっていうことなんですけど、割とできると思うんですよね。ポーカーのいいところっていつ入ってもいいし、いつ抜けてもいいんですよね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。はい、今回はね、武蔵ポーカールームのこの説明会をやるということになって、僕はですね、やったことあるんですけど、うん、こういった施設に足を踏み入れるのはないかもしれない。一番最後にこの光景を見たのはアスカっていう船があって、その船の洋上でやったみたいな。それが23年前ってことです。どうですか感想。あれ、お客さんでしょ。はい、昼からやってんだまず。そうですね。で、フランチャイズっていうことから言うと、地方でどこぐらいまでできるかっていうことなんですけど、割とできると思うんですよね。だいたいですね、人口で言うと100万とか間違いなくできますね。50万でもできると。宇都宮とかが50万弱なんで、宇都宮なんか全然できると思うんですよ、うん、問題は地方の例えば秋田とかになると、県庁所在地の秋田市でも30万切るみたいな、20何万しかいないみたいな。その辺でできるかどうか。でもフランチャイズってのはやっぱり東京とか大阪とかそういうところで流行ったものがここにもできたみたいな、そういう嬉しさがあるんですよ、地方の人からすると、はい、スターバックス来たみたいなことですね。そうそうです、うん、FC 版の時にはシミュレーションがね、少し工夫にかけて高い感じがしたけど、地方でやったら激安でできると思いますよ。さっきね、300万ぐらいでって話ありましたけど、さっきマサキングさんがおっしゃってたように、地方で飲食店とかやってるところで1個閉めようみたいな、それを1個変えるといいと思うけど、ね、お店の広さに応じてテーブルの大きさ、これは結構大きいですけど、小型のサイズのテーブルもありますんで、どのぐらいの大きさないと絶対できないってことはないですね。あとはその飲食店と違ってキッチンとか別にいらないので、本当スペースさえあればできるってところがいいところかなと思いますね。ただやっぱりどういう方にやってもらいたいかって、やっぱポーカー好きな人だと思いますよ、まあ、もちろん好きな人にやってもらいたいですね、うん、そういう人しか来ないと思う。田舎でポーカーをもっと楽しめる施設を作りたいっていう、そういうことでやってもらえば収益二の次みたいな感じで始めるんですよ。でそれで結構儲かるんです、はい、結構ポーカー店はそういう人多いですね。自分が一番遊びに行ける場所を作りたいみたいな。ですか。なんかをね、ガンガン仕入れて在庫持ってやるとかいう商売じゃないんで、そういう意味じゃそういう飲食やっててポーカーとか好きで、こういうのがあったらいいなっていう方がやれば、本当に初期投資安くできると思いますけどね。説明会と俺だけ来ていただけるとなかなか新しいんで読めないんですけど、全国にポーカー人口すでにいると思うんですけど、そこを増やしていこうって話ですかね。あとね、地方の人はね、暇です。いや、暇を持て余してるんですよ。間違いないです。むちゃくちゃもう暇ですから。でお金そんなに使わないっていう、そういう遊びを求めてますからね、意外といけるかもしれませんけどね。社長ちょっと発言が足らないと。あ、ごめんなさい、はい、地方はやっぱり娯楽が少ないっていうのはすごい同意なんですけど、ポーカーのいいところっていつ入ってもいいし、いつ抜けてもいいんですよね。麻雀って一回入ると40分抜けられないんですよね。あ、確かに、はい、少ない時間でもできるし、長くずっと遊べるっていうところがやっぱりいいところだと思います。平日社会人の方なんか夕方にちょっと来ていただいて、土日はこうゆっくり来ていただくっていう、はい、どっちのニーズも満たせるかなと。なるほどね。そうかそうか、そういうのって大きいですよね。いつでも行ける。そういうことでぜひ説明会の方、はい、9月30日ですね、こちらの方お待ちしてます。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり、僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、